皆さん待望のエキシビションマッチ、ブラジル対ウルグアイ。この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さあ北澤さん、今日のカードですが、随分すごい顔ぶれになりましたよ。いや本当にね、素晴らしい選手揃いですから、今日はスーパープレーなんかも飛び出すかもしれませんよ。その辺も期待できるかもしれませんよね。そうですね。選手が入場します。ご紹介が遅れましたが、本日のピッチレポーターは岩本照夫さんです。よろしくお願いいたします。こちらこそお願いします。ジュアン、ディフェンダーとしてプレーします。さあキックオフまであと少しです。さあ始まりました。左から上がっていくロナウ、いい攻撃、中がちょっと寂しい。さあどう攻めるか、頭で流し込む、パンチング、危ないところでした。よく走ります。どうする、先制点のチャンス。さあシュートだ、これは惜しい。イタリア軍団が攻めます。頭で競り合います。ここでカット、ここはなんとかクリアです。ゼロベル、左へ出した、大きく狙った、しのいだ、コーナーキックになります。ブラジル絶好のチャンスを得ます。誰に合わせるのか、危ないところでした。まだチャンスは続きそうです。ゴールを狙った、キーパーしのいだ。いやすごいですよね。はい、非常にセービング力の高い選手です。さあ北澤さん、はい、ブラジルなかなか前線で攻めあぐねている様子が目立ってきているようですが、まあそこまで持っていく回数は多いということもありますしね。そこからどうするかでしょうね。さあ通ったぞ、再びチャンスになった、先制のチャンス、シュートでした。さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。キッカーはデコ、かろうじてクリアしました。ミドルシュート、再びコーナーキックです。打ったらすぐ動かないといけない場面ですよ。ボールが入った、ピンチを逃れました。一人で上がります、仕掛けてきた、一人で持っていく。さあここに出てきたぞ、シュート、左足決まった、ブラジル先制しました。アドリアン、見事なキック。
場内が大歓声に包まれます。攻撃の形は良かったんじゃないですか。そうですね。ご覧のように画面にはリプレイが出ています。ブラジル、まずは1点先行しています。まあね、1点先制しましたけどもね、安心すぎると一気に返されることもありますから、その辺は注意したいですよね。フリーキックになります。さあ一人で上がっていきます。今いける。そしてすでにボールはここにあります。いい攻撃だ。シュートに行く。これは力みすぎたんでしょうか。ちょっともったいなかったですね。いや外れましたけどね、これが次へのきっかけになるかもしれませんよ。前、再び奪い返した。おっと、つながりません。出した。カットします。ボールを回して開きますよ。これは長すぎました。左へ回して中へボールが入ってきたんですが、落ち着いた守りを見せています。中にいなかったですからね。ウルグは必要に攻めているんですが、まだ及んでいません。さあ前で味方が待っています。流し込んで、もったいない。ジュアン、エメルソン、前に出した。いい攻撃だ。遠目から、これを決められない。非常に抑えの効いたグラウンダーでしたけどね。サラジェタ、狙いすましたシュートを放ちました。外へ開いてきた。北澤さん、はい、ブラジル、ゴールしてからのこう動きというのはいかがですか。そうですね、大きな得点を入れたわけですからね、さらにもう1点という気持ちが動きに見られますよね。なるほど。ここはよく守りました。ここからいった。これは惜しい。さあ北澤さん、少しどうなんでしょう、遠すぎたかなというような場所ではありませんか。そうですね、見てる感じではね、もっと押し上げたい気もしましたけどね。ブラジル、今のところ1点リード。少し前から比べると相手に中盤を支配され始めているように見えるんですが、少し対応遅れ出してますね。ウルグアイ、さあここまで押し上げてきました。これは合いませんでした。ああいう局面でも落ち着いていますね。モンテー、激しいマークを見せます。カカ、横へ運んでいきます。さあ狙っていった。パンチング、右からのコーナーキックになります。ここは大事にいってほしいですよね。さあこれは入ってきた。そしてシュートに行く。ああ惜しいですね。決定的なところでしたよね。ブラジル、絶好のチャンスでした。ヘッドでつなぐ。もっとヘッドで競り合う。ドナウ、
チェックに行く。速攻になる。おっと、奪われた。いいでしょ。さて前へ抜けようというところ、どうする、行ったか、ゴー。前半終了の直前、ブラジル差を広げてきました。最後を決めたのは21世紀の怪物ロナウド。やってくれます、ノリに乗っています。しかしいいところで決めてきますよね。そうですね。さあリプレイ画面が流れています。あ、北澤さん、ブラジル前半で2対0という。さあこれで2点を追う形になりました。ウルグアいい形になりそうなところもあるんですけどもね。そうでしょうね。あとは最後に押し込むところの正確性ですよね。とキーパーも超えた、外した。しかし北澤さん、何でしょう、今相当長い距離を走ってきたんですよね。そうなんですよね。ああいったプレーが相手にとって脅威になる時もあるんですよね。ここはしかしジュアン、ちょっといいでしょうか。はい、どうぞ岩本さん。ロスタイムが3分です。今紹介がありましたロスタイム3分です。強い中央から、これを決めた、ゴール。サンタナ前半ロスタイムです。ブラジルダメ押しの一発でしょうか。アドリアン今日2本目を決めた。いやー、いいですね。ブラジルとしてはやれることをきっちりやってますからね。その結果ここでホイッスルが鳴りました。ブラジル調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。はい、抑えたというよりもね、攻め続けたことによって相手側にチャンスは生まれなかったんでしょうね。この好調がね、後半も長く続くかですよね。では少し振り返ります。まずは前半17分、アドリアン先制となるゴールを奪いました。そうですね、途中いい形でつなげてましたから、ああいった波に乗れる攻撃ができたんだと思いますよ。それから前半終了直前、アドリアン、もう残り時間が少ないところでしたが、重い重いこの追加点。そうなんですよね、慎重なボールキープから全体を見渡す時間がありましたし、またそこからうまくパスを通しましたよね。さあ後半がスタートしています。エンドが変わって右にブラジル、左にウルグアイ。カミラさん、岩本さん、アウェイ側なんですけど、ピッチ脇で誰かアップ始めてますね。動きそうですね。そうですか、どうやらベンチに動きが見られるようです。ゴー、来ましたね。後半まだ始まったところ、ウルグアイゴール差は2点というところまで追い上げてきた。パブロガルシア、すごいシュートでした。スタジアム中が大歓声で揺れています。ゴール前、しかし一人で切り込んできました。やはりね、ゴール前でそれだけ自信があったということなんでしょうね。そうですね。さあリプレイ画面が流れています。ウルグは点差を縮めています。さあ追加点が取れるか。横へ持っていく、一人上がっています。おっと、ここでファールです。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。フリーキックとなります。
直接狙った、壁に当たった。ロベルト・カルロス、必要なチェック、プレッシャーを与えます。右から行きます、送ってきた、わっと抜けてきたぞ、競り合った。この大きなパスはなんとかクリア、前線に送られる。これは通りませんでした。ここをウルグアイが攻めます。大事なところ、ボールを奪いました。これは長すぎました。右へ出した、少し出して、ここで流れをつかみたい。アベラさん、アウェイ側なんですけど、2枚目のカード切ります。18番の選手に変えて、どうやら10番を投入するようですね。はい、ベンチが慌ただしくなったという情報が入りました。あ、惜しい、入った入った、ゴール、4点目、ブラジル勝負を決めてきた。最後はやっぱりこの男、ロナウド。場内が大歓声に包まれます。最後は右足で決めました。いやー、落ち着いてましたよね。さて、画面ではただいまのゴールシーンを。さあ、ウルグ苦しくなってきました。遠目からいった、一番、今日の意気込みが感じられるシュートを放ってきました。いいシュートでしたよ。スペースに出した、うん、左から攻めていきます。さあ、中からいきます。さあ、スペースに抜ける、狙いよかったと思うんですけどね。このパスはどうだ、おっと、このスルーパスが通りません。エメルソン、詰め寄られました。激しいチェックが続きます。ウルグアイ、苦しい状況です。おっと、さあ、シュートいけるか、後ろへ預けた、いい守りを見せました。これはコーナーキックです。見せ場となる場面、中に入れる、頭で合わせた、またコーナーになります。誰に行きますかね。巻き込んでいった、ヘッド、押し込んでくる、キーパークリア。ブラジル、コーナーキックが続いています。ブラジル、チャンスです。さあ、狙っていった、ここはよく守りました。そしてジバント、うまく受けて、今のところ2本のシュートを打っていますが、ゴールにはまだ至っていません。一人で上がる、通らない、前に送る。ウルグアイ、決定力の差が現れています。いいディフェンスですよ。ここはレコバ、さあ、競っていく、うまく決まりました。さあ、いけるか、サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。一人で上がります。後半30分を回ろうというところ、右から上がっていきます。カメラさん、カメラさん、アウェイ側が動きを見せてますね。最後のカード切ってきそうです。どうやら3番の選手を外出すようですね。はい、ここで交代の動きがありそうです。
ダリオ・ロドリゲス。さあ打っていった、あー入った、ゴール、いいですね、ブラジル5度目の一発。ロナウやってくれました、ハットトリック。しかし一人で持っていき、また素晴らしいシュートを打ちましたね。本当ね、体の使い方、手の使い方非常にうまいんですよね。ああいったプレーができるのは大きいですね。ご覧のように画面にはリプレイが出ています。さあラジオ4点リード、ウルグアイとしてはここまで予想してなかったかもしれませんね。何点差でしょう。激しく奪い合います。ここまで来た、ここスペース見つけたいですね。今のはディフェンダーに当たりました。コーナーキックです。上げるのはデコバ、かろうじてクリアしました。このパスは通らない。ブラジルとしては、まあ、ああいう守りができているとプレーにゆとりが持てますよね。これは通りませんでした。パブロ・ガルシア、レゲイ、少しずつ上がってきました。バットファウルです。おっと、空中での競り合い、これは長すぎました。さあ追加点のチャンス、直接行った、ゴールゴールゴール、後半40分です。ブラジル重い重い追加点。ロナウ、なんとこれで4本目、非常にいいですね。ウルグは大差をつけられています。それにしても素早い展開から見事に決めてくれましたね。はい、あっという間でしたからね。前ゆっくり送ろうという場面です。ウルグはちょっと相手になりません。果敢に奪いに行きます。後ろからチェック、さあ通るか、奪い返した、さあここに出てきたぞ、これを決めた、ゴール、後半のスタイムです。ブラジル全く手を抜きません。アドリアン、これでハットトリック。いや、北澤さん、もう試合も終わるというところでいい場面が見れましたね。そうですよね、本当にね、最後までちゃんと戦ってますよね。ご覧のように画面にはリプレイが出ています。さあここまでですが、一方的な展開になっています。はい、もうね、こういってはなんですけどもね、伸び伸びプレーできますよね。そうでしょうね、このままさらにリードを広げていくんでしょうか。これが通りました。さあシュートだ、これはもうホイッスルだ、入った入った、ゴール、後半のスタイム、ブラジルここで突き放した。ロナウ、なんと5点目を決めました。もうちょっとね、もう何本目でしたっけ。しかしさ
上です。ブラジル勝ちました。大差での勝利です。しかし北澤さん、今日の試合ですがどのようにご覧になりましたか？そうですね、差がついてしまいましたよね。ブラジルとしては申し分のない試合だったと思いますから、もう大満足でしょうね。そうですね。ではちょっとここで試合を振り返ってみましょう。終了間際でした。アドリアン、もう残り時間が少ないところでしたが、重い重いこの追加点。そうですね、ぐんぐんドリブルで持ってってエリアに運びましたからね。積極的な攻撃でしたよね。そして今日の終了間際、ドナウ、もう残り時間が少ないところでしたが、重い重いこの追加点。さらに少しだけ今日の試合データを見てみましょう。ブラジル、シュート数でも相手を上回っているようですね。はい、チーム全体でのね、ゴールへの執着心が見受けられますよね。そういったものが勝利へつながったんじゃないでしょうかね。ご覧の通り結果は8-1、ブラジル勝利をものにしました。そろそろお別れの時間となりました。解説は北澤豪さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。皆さん、またお会いしましょう。